クルブアトレティコオサスナは、ナバラ州パンプローナに本拠地を置くスペインのサッカークラブ、プリメーラ・ディビシオンに所属している。オサスナという単語はバスク語で健康という意味であり、強さ、力強さという意味でも用いられる。ホームでは赤色のシャツ、紺色のパンツ、黒色のソックスを着用する。アウェーでは紺色のシャツ、オレンジ色のパンツ、 紺色のソックスを着用する。1920年にパンプロナにあった2つのチームが合併して設立された。1932年にセグンダ・ディビシオンに初昇格し、3シーズン後の1935年にプリメーラ・ディビシオンに初昇格した。1984から85シーズンはリーグ戦で6位となり、初めて欧州カップ戦出場権を獲得した。 1990から91シーズンにも UEFA カップに出場して3回戦に到達した。1993から94シーズンはプリメーラ・ディビシオンで再開となり、その後の6シーズンは西軍ダ・ディビシオンで過ごした。2002年に就任したハビエル・アギーレ監督はバスク人を中心とした選手構成を継続し、南米からの効果的な補強と、 各組織出身の若手有望選手のトップチーム昇格により、クラブをプリメーラディビシオンに完全に定着させた。2004年には J リーグの湘南ベルマーレと業務提携を行い、湘南側にコーチなどを派遣している。2005から06シーズンは序盤戦から快進撃を続け、新生のラウール・ガルシアを中心として安定感ある戦いぶりを見せた。最終的には、 勝ち点68で並んだセビージャ FC を直接対決の成績で上回り過去最高位体の4位で UEFA チャンピオンズリーグ予選出場権を獲得する歴史的なシーズンとなった2006年夏に行われた UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦でドイツのハンブルガー SV に敗れたため本戦グループリーグ出場は果たせなかったが 代わりに2006から07シーズンの UEFA カップグループリーグ出場権を得た。UEFA カップのグループリーグでは、イタリアのパルマ FC、フランスの RC ランス、デンマークの OB オーデンセ、オランダの SC ヘーレンフェーンと同組になり、このグループを2位で通過すると、決勝トーナメント1回戦では、UEFA チャンピオンズリーググループリーグを3位で敗退した。 フランスの FC ジロンダン・ボルドーと対戦し、ジャバド・ネクナムの得点により2試合合計1から0で勝利した。決勝トーナメント2回戦では、スコットランドのレンジャーズ FC に2試合合計2から1で勝利し、準々決勝ではドイツのバイヤー・レバーゼンに勝利した。大会開幕前はかませ犬として見られていたが、準決勝に駒を進めただけでなく、 その攻撃的なスタイルでも賞賛された。準決勝は同じスペインのセビージャ FC との対戦となり、結果的に優勝するクラブ相手に2から2で敗れた。2007から08シーズンと2008から09シーズンはリーグ戦でもがき苦しみ、2007から08シーズンは最終節に17位で残留を決めた。2008から09シーズンは 開幕から11試合でわずか4得点と、得点力不足に苦しみ、終盤戦まで降格圏内をさまよったが、降格圏内にいた36節からの競合との3、連戦を2勝1分で乗り切った。特にバルセロナには、敵地で勝利し、最終節は相手に2人の退場者が出る、乱戦であった。最終節で17位から14位に浮上して、セグンダ・ディビシオン降格を回避した。 なお、このシーズン限りで、元キャプテンのセサル・クルチャガが、現役引退した。2016から17シーズンは3シーズンぶりに一部に、昇格するも、なかなか降格権を脱出できずにいた。第34節の FC、バルセロナ戦で1の7と大敗し、降格が決まった。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 カッコ内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中央のライオンはパンブローナ首相から。 それを取り囲む鎖のモチーフは、スペインの国章と同じく、ナバラ王国を象徴する。王冠もナバラ王国のものだが、設立当時は、スペイン王国のものだった。ただし、1931年から1939年の第二共和制時代には、王冠のないエンブレムが使われた。赤と青の色は、設立当時に合併した二つのチームカラーとの説がある。 最初のエンブレムには背景にボールが配置されていたが1931年に亡くなった。2000年に少し修正されライオンの背景が水色から白に変えられた。ありがとうございます。